モザンビーク独立戦争は東アフリカ南部のモザンビークでモザンビーク解放戦線とポルトガル軍との間で行われた武力紛争。戦争は1964年9月25日に開始され1974年9月8日の停戦によって終結した。この戦争の結果、翌1975年にモザンビークのポルトガルからの独立が協議の後、 決定された。モザンビークにおいて、戦争勃発から1992年のフレリーモと、モザンビーク民族抵抗運動との和平に至るまで、約30年間続いた独立戦争と内戦による、戦乱期の前半を占める。南部アフリカにおける、モザンビークの位置。ポルトガルのアフリカ植民地における、独立ハゲリラに対する紛争は1961年に、 勃発したアンゴラ独立戦争から始まった。モザンビークにおいても、それから遅れること3年の1964年に、紛争が勃発している。原因は、モザンビーク領内の政治的不安定と、モザンビーク先住民の不満にあったと考えられている。この不満は、外来勢力による400年以上にわたる支配による、経済的成果が、ポルトガル本国に、 搾取されているだけでなく、住民への虐待と、さらなる搾取を生み出す開発計画として表面化していることから来るものだった。また、ポルトガルの先住民政策によって、熟練労働者になるための西洋式の教育や、社会参加の機会から先住民が阻害され、経済的社会的な差別が存在すると、受け止められていた。第二次世界大戦後、 民族自決運動のアフリカ各国への伝播に、こうして、モザンビークにおいてもが次第に民族主義的な見解が一般的になるに至り、外国による植民地支配に対する不満は高まっていった。ポルトガル植民地における、ポルトガル人側の社会組織に完全に組み入れられた、文明化された、モザンビーク人の多くがこうした独立主義を報じる。 先住民たちからの不満の表明に対して反発しており、領内の先住民同士の間にも感情的衝突があった。こうした時期に、領内の支配機構の大部分を握る、ポルトガル人は領内を安定化させるため、軍事的プレゼンスを増大させ、早急に開発計画のペースを早めることで対応した。ポルトガル政府は不安定要因となる。 独立主義者たちを植民地社会から近隣諸国へ追放した。モザンビークにおける政治的な知識層の近隣諸国への大規模な追放は、急進的なモザンビーク人の古国に対する政治的不安定化につながる活動や扇動を引き起こした。モザンビーク人によるゲリラ組織フレイリモは追放先のタンザニア領内で体制を整え、これを根拠地として、 モザンビーク北部に侵攻し先端が切られている。開戦後フレリモはソビエト連邦を中華人民共和国キューバから支援として兵器と軍事顧問団を受け取り10年以上にわたる暴動を継続することになった。紛争が続く間、ポルトガル軍は常に独立派勢力であるフレリモに対して軍事的優位を保っていたが、 1974年4月25日、ポルトガル本国のクーデターであるカーネーション革命による政府転覆の後7月24日には海外領土の独立を承認した。この後ポルトガルはルサカ停戦合意によってモザンビークの翌年の独立を正式に認めた。モザンビークはクーデター後の1975年6月25日に正式に独立し、 470年に及ぶポルトガルによる東アフリカ支配に終止符が打たれた。一般的にはリスボンにおけるクーデターを主導したポルトガル軍部における非主流派に対する共産主義者の影響力の増大とその一方で国際社会からのポルトガル植民地戦争に対する圧力が強まったことが最終的にクーデターの主要因だったと考えられる一方 ポルトガルの軍事クーデターは、モザンビーク大衆の諸遇をめぐる将兵に対する抵抗も、その原因の一つになったとも言われている。モザンビークに最初に定住した民族は、コイサンゴ族に属する狩猟と採集を、主とする山族だと考えられており、その1世紀から4世紀後に、バントゥー系民族が、ザンベジ川を渡って移住したと考えられている。年。 ポルトガル人の探検家がポルトガとして初めてモザンビークの海岸に上陸した。以降、東アフリカにおけるポルトガルの影響力は16世紀になって大きく伸長した。この時期にポルトガルはポルトガル領東アフリカとして知られる複数の港湾を設置し周囲を植民地化した。この当時は奴隷と金戸がモザンビークからヨーロッパに向け提出する。 主な産品だった。この影響力は定住した植民者個人を通じて及ぼされたものであり、まだ植民地内の中央集権化話されなかった。以降ポルトガル本国における植民地経営の重点はインド及びブラジルに移っていった。1951年6月11日から1975年6月25日までの ポルトガル領モザンビークの証文書を19世紀ヨーロッパのアフリカへの植民熱は最高潮に達した南アメリカにおいてブラジルの支配を失ったポルトガルはアフリカに目を転じてその支配地域を拡大しようと試みたがこの動きはイギリスの方針と正面から対立したデイビッド・リビングストンがこの地域にフォスター公益炉1858年に 確立させようと試みて後、イギリスはモザンビークを植民地拡大方針の視野に入れるようになり、ポルトガルに対しても警告を行った。一方で19世紀の間に東アフリカのほとんどの地域を影響下に収めた。イギリスはその影響力の行使を容易にするため、ポルトガル植民都市との関係強化を必要としていた。その結果、ポルトガルは イギリス海軍との衝突回避の目的もあって、イギリスと現在のモザンビーク国境にあたる国境を1881年に確定した。モザンビークの支配はイギリスからの経済的支援と、最高と、鉄道敷設に関して安価な労働力の提供を受けた、直虚会社であるモザンビーク会社、ニアッサ会社、ザンベジア会社に移ることになった。これらの会社は、 海岸部から内陸部へと進出し、プランテーションを立ち上げ、それまで植民者の入植に抵抗し続けた先住民に税をかけて利益を出すことに成功した。1961年現在のアフリカにおけるポルトガル植民地この時期に内陸部、現在のジンバブエからモザンビークにかけての部族の集合体であるガザ帝国はポルトガルに抵抗したが、 1895年に打ち破られた。そして残った内陸部の他の部族も1902年までには同じようにポルトガルに従った。この1902年にポルトガルはポルトガル領モザンビークの首都としてロレンソ・マルケスを設置した。1926年5月28日クーデターをはじめとする政治的経済的危機によってポルトガルは 第二共和制に移行した。この新政権は再びアフリカの植民地に興味を示した。ポソの一方で第二次世界大戦後間もなくの世界的な脱植民地化の波と相次ぐ植民地独立の影響を受け、モザンビークにおける民族自決の呼び声も高まった。1951年、ポルトガルは国連が全時解放するように勧告した。 植民地に当たらないと主張し、かつ、自国の植民地がより大きな自治権を持つことを世界に示すために、モザンビークを海外領として指定した。名称は、モザンビーク海外州とされたが、名ばかりの変更であり、ポルトガルは依然として、海外州に対する強大な支配力を維持していた。アフリカ先住民に対する不適切な扱いが、引き続き行われる中、 第二次世界大戦5年年アフリカ国家の独立が続くのに従い、モザンビークの民族主義勢力もその力を強めていった。ポルトガルによって飛行機から撒かれた宣伝ビラ、フレリモは嘘をついている。あなた方は被害を受けていると書かれている。ポルトガル政府は、モザンビークの農民に対して稲や綿花を輸出用作物として育てることを強制したが、 農民が受け取れる成果は、ビビたるものだった。結果、1960年までに25万人以上の労働者が、ダイヤモンド鉱山や、金鉱山での労働に携わることになった。1950年当時、およそ573万3000人のモザンビーク人の、うち、ポルトガル植民地政府によって選挙権が与えられていたものは4353人に、過ぎなかった。 ポルトガル人とモザンビーク先住民の間に深い溝があることは黒人と白人との根血が少ないことからも伺い知ることができる。1960年の人口調査によれば800万人以上いたモザンビークの人口のうち根血の人口はわずか3万1465人に止まっていた。モザンビークでは少数の裕福な ポルトガル人と大多数を占める地方のアフリカ先住民との間に社会生活上の大きな隔たりが存在した。多くの先住民は読み書きができず地方の伝統的な生活習慣に従って生活しており熟練労働者としての雇用機会や行政機構における重要な役割を与えられることはほとんどなかった。このため先住民は 都市の近代的な生活に触れることはほとんどなかった。また、先住民にとっての自らの文化と伝統が外来のポルトガル文化によって蹂躙される状況が随所に見られた。ポルトガルの政治的方針に反対したり独立を提言する住民は多くの場合外に追放された。政治的知識層の近隣諸国への大規模な追放は結果として急進的な モザンビーク人のモザンビークに対する政治的不安定化につながる活動や扇動を引き起こした。1962年6月25日、マルクス・レイニン主義解放組織であるモザンビーク解放戦線が後に、ウジャマー社会主義を標榜することになる隣国、タンザニア最大の都市であるダルエス・サラームで結成された。この大会中に、 モザンビーク政界から追放された集団である、独立モザンビークアフリカ連合、モザンビークアフリカ民族連合、英語、モザンビークアフリカン、ナショナルユニオン。マヌ、2年早く結成された、モザンビーク国民民主連合の賛成力が、合流して結成された。しかし、独立派の政治活動はモザンビークにおける、反体制活動に対する弾圧のために、 国外のみに限られていた。翌1963年、フレリモは、社会学者のエドワルド・モンドラーネを主犯とした、司令部をダルエス・サラームに設置し、ポルトガルからの独立に向けての活動を本格的に開始した。フレリモは結成後2年間ポルトガルからの平和的独立を模索したが断念し、モンドラーネは独立の手段を平和的手段からゲリラ戦とする。 方針転換を行った。1960年代以前からアメリカ合衆国はアフリカにおける民族主義者を支援する立場をとっていた。この支援はウィルソン主義に基づき植民地の民族自決と独立等を支持するものだった。国連もまたポルトガルに対し植民地を解放する政策を取るよう圧力をかけていた。 しかしポルトガルは逆に東側諸国から支援を受けた、モザンビークの民族主義者への独立支援を中止しない場合、NATO からの脱退を行うと示唆し、その結果、西側諸国からの圧力は弱まった。冷戦の期間中、特に1950年代後半、東側陣営のソビエト連邦及び、中華人民共和国は、西側陣営である。 西欧諸国が保持するアフリカの植民地について、本国から分裂させることで不安定化を図る戦略を採用した。ニキータ・フルシチョフソ連共産党第一書記によれば、人類社会の未開発の3分の1は、西側陣営を弱体化すると考えられていた。ソ連にとって、この時点のアフリカには、西側諸国と植民地資産との関係を先、 将来のアフリカにおける共産主義に好意的な国際関係を構築する意味が見出されていた。フレリモの結成以前のモザンビークの民族主義運動から見たソビエト連邦は混乱を演出する一要素に過ぎなかった。この時期には複数の独立運動が展開されており、どのグループが主導権を握るのか定かではなかった。 モザンビークの複数の互いに対立する民族主義者グループが、この時期の他のアフリカ諸国と同じように、ソビエト連邦からそれぞれ武器の供与と訓練の便宜を受けていた。フレリモの結成以降は、ソビエト連邦を呼び、東側諸国がフレリモの後ろ盾となり、その支援がフレリモに一本化されることになった。エドゥアルド・モンドラーネの後継者であり、後に、 モザンビーク人民共和国大統領になったサモラ・マシェルはソビエト連邦と中華人民共和国の支援についてこう語っている。我々を本当に助けてくれる唯一のものである。彼らは武装闘争の経験があり、モザンビークが行おうとすることに役立つことを教えてくれるゲリラ部隊は反政府活動や政治戦略に関する指導を受けることと、 並行して1972年には、ソビエト連邦を、ドイツ民主共和国、キューバからの1600人からなる軍事顧問団とともに 122mm ロケット砲の軍事援助を受けた。ソ連は1975年のフレリモによる政権成立後も新政府に対し、反革命に対抗するためとして、軍事支援を続行した。 1981年の時点まで230人のソ連軍事顧問団と800人のキューバ軍事顧問団がモザンビークに残留している。キューバにおいてはモザンビークに対する関係はキューバ革命によって醸成された反帝国主義デオロギーをモザンビークに輸出することで数少ない同盟勢力を維持しようという基とのもとに維持されていた。キューバのアフリカにおける 軍事活動は、今後動乱におけるチェゲバラのハンチョンベ勢力に対する支援活動に始まるが、キューバは、その後複数の左翼政権を持つアフリカ人国家による解放運動を支援した。例として、アンゴラエチオピアギに浴びさう今後共和国が挙げられる。ポルトガル軍による国旗の慶揚解戦時、7000人の武装兵力しか持たなかったフレリモははるかに大きな、 兵力を持つポルトガル軍に対して軍事的勝利を収める見込みはほとんどなかった。独立の可能性はポルトガル軍に対する軍事的勝利ではなく政治的交渉によるリスボンからの独立を勝ち取ることにあると考えられていた。ポルトガル政府は開戦以降常に戦争状態に置かれていたが1964年から1967年にかけて 中流兵員数を8000人から24000人に増派することで不穏な状態を収めようとしていた。この期間中、ポルトガル政府によってこの地方向けの兵員が23000人、新規に募集されている。また、1969年までに860の作戦可能な特殊部隊が編成されている。フレリモの軍事部門はアルジェリアで訓練を受けたフィリペ。 サムエル・マガイアの指揮下にあった。また、フレリモのゲリラ兵力は、ソビエト連邦を中華人民共和国から様々な兵器の供給を受けていた。対照的に、ポルトガル軍は新しい対暴動作戦を評価されているアントニオ・アウグスト・ドス・サントス司令の下で作戦を遂行した。アントニオ・アウグスト・ドス・サントスは、ローデシアと共同してアフリカ人のスカウト部隊や、 その他の特殊部隊を編成し、作戦行動の一部を、ローデシア軍と共同して行った。1964年になって平和的な交渉を、フレリモは断念し、1964年9月25日、エドアルド・モンドラーネは、タンザニア国内の拠点から、モザンビーク北部に対するゲリラ戦の開始を命令した。フレリモの部隊は、地方の住民から補給の便宜を受け、 カボデルガード州のシャイシャイを攻撃した。フレリモの武装勢力は古典的なゲリラ戦法を用いた。紹介部隊への襲撃、鉄道及び通信線の妨害、植民地施設に対する電撃的な襲撃などが挙げられる。反乱勢力は主にライフル銃や短期間銃等で武装しており、退却時の追撃を避けるため浮きを最大限に利用した。 豪雨の状況下では、ポルトガルの制空圏下でも航空機によって、襲撃した部隊を追跡することは難しく、また、陸上部隊や車両を使用しても嵐の中で移動する、部隊を発見することは困難だった。これに乗じて、反乱勢力の部隊は、より軽装で、的と呼ばれる、低木地帯まで逃走し、現地の住民に溶け込むことが可能だった。 さらにフレリモの部隊は、周囲の自然環境や損落から食料を挑発することが可能だったため、長い補給線による行動の制約を受けなかった。フレリモのシャイシャイに対する攻撃開始に伴い、ニアサやモザンビーク中部のテテにも、戦闘地域は広げられた。紛争の初期の間は、フレリモの活動は、招待規模での接触、妨害活動、 軍事施設への小規模な襲撃に限られていた。フレリモの兵士はしばしば10人から15人の小グループ単位で作戦活動を行っていた。フレリモの紛争初期における散発的な攻撃は拠点に集中配備されたポルトガル軍を分散させようと起訴されたものだった。開戦後、ポルトガル軍は1964年11月の白間北方の戦闘で 初めて損耗し始めた。モザンビーク大衆からの支援の増加と、平時配置されたポルトガル軍の規模の小ささにより、フレリモは南方のメポンダやマンディンバにも進出することができた。これらの地域はテテを通じて、隣国の1964年7月6日に、イギリス連邦の一員として独立したばかりのマラウイ共和国から支援を受けることができた。 しかしながらフレリモの作戦規模が拡大しているにもかかわらず補給船がルブマ川とマラウイ湖でカヌーを利用していたことから攻撃は全小部隊を対象にした小規模なものに限定されていた。フレリモは1965年に入って民衆からの支援の増加もありこの時点で新兵の採用数が増加に転じた。 この増加で襲撃部隊の規模を引き上げることが可能になった。フレリモに対する民衆の支援は主に追放されたり、紛争を避けるためにタンザニアに避難したモザンビーク人によるものであった。こうした紛争の形態はフランス軍やアメリカ軍に対するしてベトナムで行われた紛争における内陸部での抵抗にも見られたものである。反乱勢力は 攻撃に際し地雷を併用して、ポルトガル軍の被害を大きく広げ、部隊の施設を、機能不全に陥らせ、兵員の士気を低下させた。1966年10月10日、または10月11日、前線から、タンザニア領内に向けて帰還中のフレリモの軍事部門のリーダー、フィリペ・サムエル・マガイアが狙撃され、死亡した。 この狙撃はポルトガルによって雇われたフレリモのゲリラ兵によって行われたと言われている。1967年の時点でフレリモは人口の7分の1と国土の5分の1を掌握していた。またこの時点でのフレリモの兵力は戦闘状態にあるものだけで約8000名を数えていた。またフレリモの襲撃部隊は場合によっては100人以上の 兵士によって構成されるものになり、その階級体系の中に女性兵士も組み入れることになった。この時期、モンドラーネは戦線の拡大を促進していたが、同時に小規模な攻撃グループを維持しようともしていた。ポルトガルからの解放区が拡大し、増大した人口に対して十分な補給を行う場合、それにつれて平坦にかかるコストも増大することが見込まれた。 そのためモンドラーネはこの時点で、ソビエト連邦と中華人民共和国をはじめ各国に支援を求めた。その結果、大口径の機関銃や対空砲、75mm、無反動砲、および 122mm ロケット砲等を受け取った。1968年、フレリモの第2回大会が行われたが、この際制空権を持っていたポルトガル軍の、 大会会場への爆撃が1日遅れたため大会は無事取り行われ独立勢力にとって宣伝的な勝利をもたらしたこの結果は後の国連におけるフレリモの発言に大きな重みを与えることになったカボラ・バス・サダムの衛星写真カボラ・バス・サダムはポルトガル植民地政府の紛争中における最大の開発計画の一つでありフレリモによる 攻撃の対象になり続けたが、直接的な攻撃は一度も成功しなかった。1960年代から70年代初期にかけて、フレリモによる反乱勢力の増大に対抗し、ポルトガル人と世界に、ポルトガル領アフリカが、自国によって、健全に運営されていることを懸念するため、ポルトガル政府は、ポルトガル領モザンビークにおける、 大規模なインフラ整備及び拡張の計画を推進した。この計画は道路、鉄道、橋梁、ダム、灌溉施設、学校、病院等の建設計画が含まれ、計画の実行について高い経済成長を示す資産が行われており、ポルトガル大衆に支持されていた。これらの開発計画の一部として、 カホラ・バッサダムの建設が1969年に開始された。ポルトガル政府はこのダム建設をフランスの宗教史家エルネストルナンやイギリスの作家ラドヤード・キップリングらによって侵略の正当化としてたびたび唱えられた文明の使命として捉えており、このダム建設を通じてポルトガル植民地政府の力量と治安を世界に再び示そうと考えていた。 このため、ポルトガル政府は3000名からなる新しい部隊と100万を超える数の地雷等このダム建設を防衛するために投入した。紛争地域内の大規模な土木工事を扱うこの計画はポルトガルの海外植民地の治安の問題と結びつけて考えられるようになった。ポルトガルによる支配を象徴するこのダムに対して、 フレリモは7年の間建設中止を目標に攻撃を繰り返したが直接的な打撃作戦は一度も成功しなかった。そこでフレリモはカボラ・バッサの建設現場に向けて移動する輸送手段に攻撃目標を変更した。フレリモは国連に対してこの計画についてポルトガルのモザンビークにおける行動について非難する報告を提出して抗議した。 その成果もあって外国からのダム建設に対する資金援助の多くが取り消されたがダムは最終的には1974年12月に完成したポルトガル政府の意図したダム建設によるプロパガンダ的な効果は大規模な建設計画のために不本意な立ちのきを迫られたモザンビーク人たちによる否定的な反応により十分なものにはならなかったまた ダム建設によって、数年に一度下流域に起きていた洪水を防止したため、洪水によって肥沃になっていた下流の土地が痩せる悪影響があった。1969年2月3日、エドアルド・モンドラーネが何者かに暗殺された。この爆殺は、モザンビークの政治的安定化を目的として、ポルトガルの秘密警察によって、タンザニア・ダルエッサラームのフレリも事務所に送付された。 小包爆弾によるものと複数の情報源によって示唆されている。小包の中には爆薬を仕掛けた本が封入されており、この本を開くと同時に爆発したと考えられている。ただし別の情報源によれば爆弾は、フレイリも司令部に置かれたモンドラーネの椅子の下で爆発しており、どの派閥、所属の者のによって行われたかは定かでないともされている。暗殺後、 フレリモの独自の調査によりこの時点で、すでに処刑されていたシルベリオヌンゴとフレリモのカボ、デルガードにおけるリーダーだった、ラザロカバンダーメに罪状が申し渡された。ラザロカバンダーメについては、保守的すぎるという理由による、不信感を、生前のモンドラーネは隠しておらず、また、タンザニア警察もまたポルトガルの秘密警察、ピデと共謀して、 モンドラーネを暗殺したという理由でカバンダーメは起訴されていた。カバンダーメ自身は2ヶ月後の1969年4月にポルトガルに投稿している。暗殺の詳細に関しては現在もなお議論が続いているが、その中で多くの歴史家や電気作者がポルトガル政府、中でもアギンタープレスやピデの関与について言及し、 また暗殺がポルトガルにおけるグラディオ機構のような並列部隊であるアギンタープレスによって支援されていることが示唆されている。しかしながら当初は責任の所在が不明確だったことからモンドラーネの死はフレリモ内部の序列に関する疑惑の発生や後継者人事に関する権力闘争を引き起こした。この権力闘争の結果暗殺前は モンドラーネの事実上の後継者と考えられていた、中道主義者であり1969年まで、モンドラーネの下で、フレリモ副代表を務めたウリアシマンゴー氏が、強硬派のサモラ・マシェルとマルセリーノ・ドス・サントスによって、フレリモから、追放、逮捕監禁され、結果的にフレリモが大きく左傾化する原因になった。シマンゴー氏は独立後の1975年に、 監禁されたまま裁判なしで処刑されている。ポルトガル軍の部隊は紛争中その多くが FN フルや H&KG3 を傾向していた。1969年から実質的にポルトガル軍の司令官はアントニオ・アウグストドス・サントス将軍からカウルザでアリアガ巡将へ交代していたが、正式な交代は1970年3月となった。 カウルザでアリアガ順将は反乱勢力との戦闘においてより直接的な手法を好みそれまで用いられてきたポルトガルの通常兵力が前線に展開する際に少数の原住民を帯同させる戦術を廃止した新しい司令官による戦略のもとで原住民の役割は減少していたにもかかわらず1973年においても なお空挺部隊のような特殊な作戦に関しては、現住民の募集は継続していた。こうした、カウルザで、アリアガ巡将による戦略の一部は、アメリカの陸軍参謀総長、ウィリアム・ウエスト・モーランドとの会談の影響から、生まれている。1972年までには特に、フレシャスと呼ばれる、アフリカ人部隊を使っていた。 フランシスコダ・コスタ・ゴメス副司令官下が強い発言力を持っていた。フレシャスの部隊はアンゴラにおいても現在のポルトガル国家保安局の前身である国防国際警察ピデの指揮下で活動していた。部隊は地方の部族民によって指揮され特に追跡、偵察、対テロ作戦に用いられた。コスタ・ゴメスはアフリカ人兵士は人件費を低く抑え、かつ 地域住民との関係をよりよく形成できると主張した。これはベトナム戦争でアメリカ軍が用いたハーツマインズと呼ばれる戦略に近いものだった。これらのフレッシャス部隊は1974年のカーネーション革命によってアリアガ巡将が罷免される直前までモザンビークで活動を続けていた。これらの部隊は 革命の結果ポルトガルが独立を認めた後内戦状態に至った際にもフレリモの活動の障害になり続けた。以下に示すものはモザンビーク紛争及びポルトガル植民地戦争全体で用いられた独特な特殊部隊である。死亡したポルトガル兵の埋葬1970年から1974年の期間を通じてフレリモは その活動を都市におけるテロを重点化し、ゲリラ戦を激化させた。地雷の使用も激増し、この時期のポルトガル人の死傷者のうち3分の2が、地雷を原因としたと言われている地雷の広範な、使用と、並行して、地雷恐怖症もポルトガル軍内に蔓延していた。地雷への恐怖と、それに結びつけられた敵軍を見ることなく、 死傷者を発生させるフラストレーションとが、軍の士気を低下させ、さらに地雷恐怖症は蔓延していった。1970年6月10日、ポルトガル陸軍によって、大規模な反抗作戦が発せられた。ゴルディオンの結び目作戦と呼ばれる7ヶ月に及ぶ作戦は、反乱側のキャンプと、モザンビーク北部のタンザニア国境からの浸透ルートに、目標を定めたものだった。 作戦には3万5千名のポルトガル軍部隊が参加し、空挺部隊、コマンド部隊、海兵隊、海軍のフュージリア部隊のような一戦級部隊が多く参加した。ポルトガル軍は、軽爆撃機、ヘリコプター、陸上戦力の共同作戦に長けていた。ポルトガル軍は、フレリモのキャンプに対し、ポルトガル空軍による爆撃と、アメリカ軍によって用いられた戦術である、 クイックエアボーンを用いてゲリラを包囲、殲滅した。これらの爆撃には同時に陸上部隊による重砲射撃も併用された。また、ポルトガル軍は、騎兵部隊を車両による移動が困難な地形における側面偵察やゲリラ部隊の基地跡で捕獲されたり孤立したりしたゲリラ兵の回収に用いた。 ポルトガル側は、雨季の開始とフレリモによる攻成が重なった時点で、さらに兵誕上の困難な問題に突き当たった。ポルトガル兵の貧弱な装備も問題になっており、それだけでなく、空軍と陸軍による共同行動の困難さも問題になっていた。また、陸軍は空軍による近接航空支援を欠いていた。 ポルトガル軍の死傷者がフレイリモの死傷者を上回るに、至って、軍に対する本国政府からの、さらなる政治的介入を招いた。ポルトガルは、敵から651の戦死者と1849の捕虜を出し、自軍から132のポルトガル人の損失があったと、報告している。アリアガ巡将はまた、最初の2ヶ月間に、 自らの部隊で61のゲリラ基地と165のキャンプを破壊し40トンの弾薬を露覚したと報告している。ポルトガルによる紛争中最大の構成とされるゴルディオンの結び目作戦においてもゲリラ部隊がポルトガル政府にとって脅威でないとみなせるほど弱体化させる作戦だったにもかかわらず、ポルトガル政府や一部の将校からはこの作戦は 失敗であり、不十分な戦果しか上げていないと考えられていた。1972年までに、ポルトガル軍部は戦略を転換し、イギリス軍やアメリカ軍で採用されている、小規模な打撃部隊を利用した、総当作戦形態、サーチデストロイを採用した。また、ポルトガル軍部は、ハーツマインズ作戦も続行し、 アルデアメントスプログラメと呼ばれる強制移住計画が実行された。しかし1972年11月9日、兵員数8000名に満たないフレリモによってテテ州における大規模な犯行が行われた。これに対するポルトガル軍の応戦は荒烈なものであり、フレリモに対する信頼を抱く地方人口のバランスを変化させようとする試みに繋がっていった。 紹介行動中のポルトガル兵。行動困難な地形を検証中。報告によれば、1972年12月16日、テテから約3 0トル離れた、ウィリアム村の村民を殺害されている。ウィリアムの虐殺と呼ばれているもので、ポルトガル兵によって、フレリモの支援者であるとみなされた女性と子供が、大勢を占める村人が皆殺しにされたが、 その数は60とも400とも言われている。虐殺に関しては1973年にイギリスのカトリック聖職者であるエイドリアン・ヘイスティングス神父及び二人のスペイン人聖職者によって詳しく調査、報告がなされた。しかし、この調査については後に殺害はポルトガル軍によるものではなくフレイリモによるものであるとしてダルエスサラームの大司教、 ロリーン・ヌ・ガムバの調査によって反訴されている。また、1973年までに、フレイリモは、ポルトガル軍に対する市民の信用を失墜させるため、一般市民の居住地に地雷を付設する作戦を取った。ポルトガル政府は、移住村、ここの水はどなたでも使うことができますという表示を、農村部の地域に掲げ、反乱側の住民を移住させることで、 民間人の居住地とフレリモの根拠地とを分断する施策を行った。逆に、モンドラーネの取った民間ポルトガル人に対する寛容な政策は、1973年に就任した新司令官、サモラ・マシェルによって破棄された。強行、大敗、自暴自棄、無力感、それがモザンビークにおける白人の反応のすべてでしたと、戦争歴史学者、 トーマス・ヘンリクセンは1983年に述べている。この戦術上の変化は、モザンビークのポルトガル系住民によるリスボン政府への抗議へつながり、沿線的な現地の感情が伝えられた。また、ウィリアムの虐殺と1973年から1974年初頭にかけてのフレリモの大攻勢のニュースによって伝えられた、モザンビークにおける苦戦は、 1974年のポルトガル政府転覆に影響した。あるポルトガルのジャーナリストはこう語っている。ポルトガル植民地戦争期間中におけるポルトガルの軍事費の増大を表すグラフ。黄色が通常の軍事費、暗赤色が植民地戦争に関する特別軍事費を表している。1974年に至るまで触れるの支配地域は 根拠地に近い北部や内陸部に限られており、軍事的にはポルトガル軍の優勢が続いていたが、10年続いた植民地戦争はポルトガル本国の政変により突然の終幕が訪れた。ポルトガルの植民地戦争によって、ポルトガルの軍事費は国家予算の44%を占めるに至っていた。この状況はポルトガル自身の社会インフラ投資に対して、 発行される国債に明白な影響を及ぼした。また、ポルトガルの状況はヨーロッパ各国に不安を与えた。しかしながら、実際にはポルトガルの GDP は植民地戦争の期間中6%に届く成長を見せていた。ポルトガルは1974年以降この GDP 成長率を達成したことは一度もない。 また、アフリカのポルトガル植民地の GDP 成長も広く、注目にたるものであり、紛争中の高い成長記録を見せた時期には、インフラの建設が行われていた。植民地戦争に対する多くのポルトガル国民の不支持は、大学の支援を受けた、カダーノス市役ユニスタンシア、カダーノスネッセサリオス、テンポ、イーモード、ポレミカ等の雑誌の影響があり、 これらの論調は、ポルトガルの植民地問題に対して、政治的解決を施行していた。マルセロ・カエターの首相1960年代後半、ポルトガル本国では、非合法政党だったポルトガル共産党のに、創設された一部門、武装革命行動部門及び左翼組織である、革命旅団が、植民地戦争に反対するための行動を開始した。主な行動は、 複数分野にわたるサボタージュと軍事目標の爆撃だった。例として1971年3月8日に複数のヘリコプターを用いて行われたタンコス空軍基地に対する爆撃や同年10月のオエーラスに所在するナト o 司令部に対する攻撃が挙げられる。植民地戦争に直接影響する役割を演じた例としては ポルトガルの兵員輸送船、ニアサに対する攻撃が挙げられる。ニアサは、モザンビークの州の一つである、ニアサ州にちなんで命名された船であり、攻撃を受けた際は、リスボン港から、ポルトガル領ギニアで展開する兵員を輸送する、準備をしていた。また、1974年のカーネーション革命の、際には10万人の超兵器飛車が記録されている。 ポルトガルの政情不安は増大し、1974年4月25日に、至って、サハグーデターである、カーネーション革命が起こり、マルセロ・カエターの首相、アメリコ・トマス大統領を率いるポルトガル政府を、打倒した。ポルトガル臨時政府の主犯には、アントニオ・デ・スピノラ将軍がつき、植民地戦争の停戦を宣言した。スピノラは、当初連邦制による、 植民地の維持を模索したが、結局7月24日には1933年、共和国憲法第1条を破棄し、海外領土の独立を承認した。また、リスボン政府の政権交代により、多くの現地の将兵が戦闘の継続を拒否し、しばしば紹介行為を行わず、兵舎に立てこもっていた。ポルトガルとの交渉は、 選挙なしでフレリモが政権を掌握することに備え、9月7日のルサカ合意締結によって完了した。また、数万にも及ぶポルトガル系市民がモザンビークを離れた。この合意において1975年6月におけるモザンビークの完全独立と、それ以前の政治体制は、フレリモが任命する首相のもとに組織される閣僚会議と、 ポルトガル政府、フレリも同数の船員からなる急戦監視委員会を設置し、これによる旨定められた。ルサカ合意の締結同日に、首都ロレンソ・マルケスで、ポルトガル人植民者の暴動があり、放送局を占拠して、白人支配によるモザンビーク共和国独立が宣言されたが、介入が期待された南アフリカ共和国が、こうしなかったため、すぐに鎮圧された。 ルサカ合意の後、正式な独立日は1975年6月25日、フレリモの結成13周年の記念日に設定された。サモラ・マシェル大統領。1983年、東ドイツのマルゴット・ホーネッカー国民教育省との会談中。1983年に制定されたモザンビーク、解放戦線の冬季結成当初のモザンビーク。 民族抵抗運動の陶期独立後の政権を取ったフレリモは共産主義的なイデオロギーを施行した。モザンビークにおけるポルトガル人は他のアフリカ諸地域における典型的な白人定住者とは異なっていた。多くのアフリカのヨーロッパ人植民地においては1900年代初頭に移住が行われたがこの時期にはすでに都市部のポルトガル人は自らの支配地域に 白人の家族が移住し彼らが利用するための施設を建設し、数世代にわたって定住していたが、休止配送への報復を恐れ、約30万人のポルトガル人、他のアフリカ人及び根血を含む市民が、レトルナドスとして知られる難民として、モザンビークを去った。モザンビークに残った白人の中にはモザンビーク、民族抵抗運動として、白人政権であったローデシア、 ローデシア政権が倒れ、ジンバブエ共和国が成立して、あとは、南アフリカ共和国からの支援を受け、フレリモに抵抗し、その後、約20年にわたる、内戦状態となった。レナモは、フレリモの近代化路線に不満を抱く、先住民を味方に引き入れ、内戦は、白人対黒人の戦いではなく、黒人同士の戦いという形を取るようになった。ただし、 南アフリカ及びアメリカ・イギリスの保守政権の支持を受けたレナモ周辺のアフリカ諸国と東側諸国の支持を受けたフレリモによる内戦は冷戦下の代理戦争としての色彩も帯びていたサモラ・マシェルがモザンビーク最初の大統領として就任したフレリモ党内でハン・サモラ・マシェルと目された中道主義者のウリア・シマンゴ氏とその妻 および他のハンサモラ・マシェル派が停戦後の1975年に拘束され、その後、裁判なしで粛清、処刑された。約2年後、戦火は、レナ元の間で行われたモザンビーク内戦として再開した。モザンビークは独立後複数の問題に直面していた。不景気、社会的な対抗、マルクス主義者の全体主義的傾向、汚職、貧困。 経済的不平等、失敗した計画経済が革命初期の情熱を失わせていった。この内戦は、独立から20年近くが経った1992年10月に、モザンビーク包括和平協定が調印されるまで続き、内戦の終結によってモザンビークはようやく比較的安定した状態を迎えることになった。また、ポルトガル植民地で命名された、 ポルトガル風の名称を持つ、都市、町、村落は独立後に名称が変更された。例として、首都、マップトに変更されたロレンソ・マルケス、シモヨに変更されたビラペリー、リシンガに変更されたビラカブラル、グルエに変更されたビラ淳形ロが挙げられる。都市の中心部に設置されていた、ポルトガル人の英雄の像は全て撤去された。 ポルトガル人の熟練労働者が出国した後、新しく独立したモザンビークには、インフラの整備、保守を行える技術者が著しく不足したため、モザンビーク経済は失速した。また、ポルトガルによる影響力が失われた後フレリモ主導の政府によって、複数の共産主義国との間に、経済的な特権関係が生まれた。フレリモでは主に、ソビエト連邦を、 中華人民共和国、キューバ等から支援の一環として供与された装備を主に使った。また、ポルトガル軍は本国の部隊に比べて比較的旧式の装備が使われた。地方の部族民から採用されたポルトガルの特殊部隊、フレシャス等では敵から露覚した装備を利用することもあった。フレリモでは、 一般蛍光火器として、模震長い M1891、30V アクションライフル SKS 小銃、AK47 自動小銃、PPSH-41 短期間銃等が用いられた。機関銃は、DP28K 機関銃が広く用いられ、他に、DSHK3080 機関銃や、SG-4030 機関銃が用いられた。また、 フレリモは、支援火器として迫撃砲や無反動砲、RPG-2、RPG-7 等の対戦車敵弾発射機、ゼピット4のような対空火器を用いている。また紛争の最末期である1974年に、フレリモは、中華人民共和国から、少数のストレラに地対空ミサイルを入手していたが、実戦で、ポルトガル機を撃墜するには至っていない。 紛争を通じたポルトガル機の撃墜例は G91R-4 がエミリオロレンソ大意の判断で早期に自爆した一例のみである。また、紛争期間中、地雷を利用した作戦行動を多用したフレリモはブラックウィンドウと呼ばれた PMN 地雷、TM-46 地雷、ポムズ等の様々な対人地雷、対戦車地雷を使用した。また、 海岸線防御に使用する PDM 水際地雷のような水際地雷も使用された。ポルトガル政府の方針によってポルトガル本国に配備された部隊は最新式の装備に更新されていく一方、ポルトガル植民地の部隊には比較的旧式の装備が割り当てられていた。ポルトガル軍はモザンビーク紛争の初期においては 第二次世界大戦当時の無線機と旧式のモーゼル小銃等を使用していた。紛争が長期化するにつれて、軍当局が新式の装備に改める必要を認めたため、FN フルや H&KG3 が標準蛍光器として採用された。また、空挺部隊には AR-10 が採用された。MG42 や1968年には、 HK21 が、機関銃として使用され、60mm、81mm、120mm 迫撃砲及び、榴弾砲、フランス製のパナール・オムル走行車、パナール・ EBR 走行車、イギリス製の FV721 フォックス走行車、ポルトガルで、v、V-150 コマンド走行車をもとに、開発された、ブラビア・シャイミーテ等走行車両の支援を受けた。 ヘリコプターはモザンビークでは、同時期に勃発したベトナム戦争で広く、使われたほどには使用されなかったものの、アルエット3が、最も広く用いられ、ピューマが後に併用された。地上部隊に対する航空支援として T-6、F-84、後期には、フィアット G91 が、また偵察機として、ドルニエドゥ27が、輸送手段として、ポルトガル空軍は、 ノールノラトラ及び C-47 が使用され、ポルトガル海軍は輸送も含めた、広範囲の用途に小海艇、揚陸艇、複合艇を使用した。ありがとうございます。